小ヒナリンどウは、リンどウかリンどウ属に分類される二年草の一種。ヒナリンどウに近煙で、その変種として扱われる場合がある。小型のリンどウ属で、茎は高さ1.5から5センチメートル。根小葉は、形葉より大きく、長さ5から15ミリメートル。変円がほとんど平滑、完全なロゼット状で、縁はやや軟骨質で、白っぽい縁取りと微突起がある。花は小型。 学頭は長さ4から8ミリメートルで、列片は三角形。果敢は長さ6から12ミリメートルで列片が卵型、頭部の基部はあまり細くならない。カキは6から9月上旬。果実は果てで上が2辺に劣化する。日本の固有種、本州に隔離分布する。1995年に白井信和により白山でも発見された。 基準標本は赤石山脈の山腹峠のもの。鉱山帯の湿った草地に生育する。絶滅危惧アイビー類日本では環境省によりレッドリストの絶滅危惧アイビー類の指定を受けている。また以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。生育地が限られていて個体数は少ない。ありがとうございます。